ダニエル・アレン・ウィンクラーは、アメリカ合衆国入りの異州エフィンガム軍、エフィンガム出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB のシカゴカブス所属。2010年の MLB ドラフト43巡目で、シカゴカブスから指名されたが、セントラルフロリダ大学へ編入した。2011年の MLB ドラフト20巡目で、コロラドロッキーズから指名され、6月19日に契約。 契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、キャスパー号室でプロデビュー。12試合に先発登板して4勝3敗、防御率3.92、65奪三振を記録した。2012年は A 級アッシュビルツーリスツでプレーし、25試合に先発登板して11勝10敗、防御率4.46、136奪三振を記録した。 2013年は A 級モデストナッツで開幕を迎え、22試合に先発登板。12勝5敗、防御率2.97、152奪三振の好成績を残し、6月にカリフォルニアリーグのオールスターゲームに選出された。8月に AA 級タルサドリラーズへ昇格。AA 級タルサでは5試合に先発登板して1勝2敗、防御率3.04。 23奪三振を記録した。2014年は a 級タルサでプレーし、12試合に先発登板して5勝2敗、防御率一1四4 1 71奪三振を記録した。6月にはテキサスリーグのオールスターゲームに選出された。2014年12月に行われたルール5ドラフトでアトランタブレーブスから指名され移籍した。二千十五年は 前年に受けたトミー・ジョン手術のリハビリのため、開幕から故障者リストで過ごしていた。9月10日に故障者リストから外れ、21日のニューヨーク・メッツ戦でメジャーデビュー。この試合を含めて2試合に登板し、防御率、脱三振率ともに10.80を記録した。2016年、メジャーでは3試合に登板して2.1イニングで、無安打、4脱三振と高騰。 4月10日の試合で投球中に右肘を粉砕する大怪我を負い、直ちに戦線離脱した。2017年は16試合に登板して1勝1敗、防御率2.51、18奪三振を記録した。2018年は69試合に登板して4勝、0敗にセーブ、防御率3.43、69奪三振を記録した。 2019年7月31日にマーク・マランソンとのトレードでトリスタン・ベックと共にサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した。翌日の8月1日に DF となり3日にマイナー契約で参加のトリプル A 級サクラメント・リバー・キャッツへ配属された。9月30日に FA となった。2019年12月6日に カブスと一年契約を結んだ。ありがとうございます。